はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきましょう。今回も中杯です。つややか中杯、レモン中杯です。果汁が 1.4% でアルコール度数 6%。 これもね、結構まあ見ないんですが、これも宝酒造ですね。これ宝酒造なんだ。知らなかった。すっきりと爽快なレモンの風味が特徴です。レモン、料理との相性も良く、手軽にたっぷりと楽しめるチューハイです。原材料がレモン果汁と、醸造用アルコールと、糖類と、酸味料と、香料と、ビタミン C。宝酒造ですね。この商品は株式会社ヤマヤと、宝酒造過去株式会社の共同開発によるオリジナルチューハイですって書いてある。これね、ヤマヤっていう、酒屋で、ね、買いました。うん。ヤマヤ限定っぽいですね。それでは。まあ、ヤマヤはね、結構行きますからね。まあ、結構どこでもあるんじゃないか、ヤマヤって。酒屋だとかなり有名な方だよ、ね。それで乾杯。まあ、甘味料が入ってないんで買ったんですけど。宝酒造だったのか。つややか。つややか中。宝つややか。なんか微妙だな。なんか、味が、なんだ。レモンの味が、しょぼい。で、薄い。なんか薄い。薄いですね。薄い。果汁 1.4%。まあ、レモンにして普通っちゃ普通なんだろうけど。かといって別にドライでもないんだよね。かといって甘くもないんだけど、辛くはないんだよね。飲んだ感想としてちょっと薄い。薄い。で、なんか、アルコールの味もあんまりしないんで、なんかよく、これジュースかなっていう感じ。なんかジュースっぽい。前飲んだ、なんだっけ。宝酒造のやつ。あれに比べると、こっちの方があんまり美味しくないですね。うん。こっちの方がなんか、アルコール感が、まあ、1% アルコール低いんですけど、それ以上に、なんか、しょぼい。なんかアルコール飲んでないっていう感じ。ジュース。ほとんどジュースっぽい。しかもレモンの味も大してしないんで、なんかただの、ほんのりレモンの香りの味のジュースみたいな。微妙、微妙。これ微妙だな。前のやつうまかったんだけどな。もう、前のやつって言ったんだけど、
あ、なんだっけ、なんて名前だっけ、忘れたわ。あの、プライベートブランドのやつね。あ、CGC のやつか。CGC。CGC のあの、プライベートブランド。なんか、しょぼい。味が。うん。宝のチューハイって言うと結構ドライなイメージが、うん。あるんですけど、正直微妙。ドライではないな、うん。結構ここのね、あの、山屋。うん。山屋っていうね、あの、まあ、わかん、あの、知らない人は山屋って、ひらがなの山屋ってググってくれると、ネットのやつであるんですけど、そこはね、結構プライベートブランドも充実してて、まあしかもネット販売だと、あの山屋の、なんだっけ、5000円以上だと無料だったか、いくらだと無料だったか、送料が無料になるんですけど、なかなかいいです。山屋はね。俺もよく利用してたんですけど。あ、3000円以上で送料無料ですよ。すごいです。あんまり、あの、見ない、ウイスキーとかをここで買ってたりしたんですけど。うん。まあ、種類が豊富なんでね。3000円以上で送料無料なんで、気軽に買える。山屋のチューハイ、を見ると、朝日、タルハイクラブプレーン、10リットルのね、タルのやつが売ってる。これすげえな。これちょっと飲んでみてえな。10リットルで4172円だって、たっか。10リットルで4000円って1リットル400円でしょ？高くね？ものすごい高いな。1リットル400円。500グラム、いや、500ミリリットルで200円。ああ、でも。うん。まあ、若干高いな。チューハイなんて100円で買えるからな。350で100円で買えるから、あれですよね。ん？サントリーのストロングゼロレモンの、ああ、こんなのも出てるんだ。希釈用の、あの、やつなんかもコンク、コンクですね。へえ、こんなん出てたんだ。うん。はい。このつややかチューハイ以外にも、フルーツファインチューハイっていうのが、これ多分山屋のプライベートブランド。で、結構種類もありますね。
でもこのフル、コンク、カクテル用コンク、てかチューハイ用コンク、とかも結構いろいろ売ってたりするんで、なかなかいいんですけど、割り材とかで調べると結構ある。中でも、これおすすめなのが、あれ、ライムジュースの 100% のやつとかが、これ売ってないっけ？売ってたりするんだけどな。ライムの 100% ライムジュースみたいな。売ってたりしないか。ここには売ってねえか。まあ、あとトニックウォーターとかが有名かな。山屋のトニックウォーター、あとソーダ水とか、まあそこら辺ですかね。うん、クラブソーダとかもあるし、結構いいです。ここ、山屋はね、結構ね、外国のね、商品とか、結構取り扱ってたり、食品とかでも取り扱ってたりする。うん。だから、ドクターペッパーとか、外国版のドクターペッパーとか売ってるんですよ。なかなか、売ってない。レアな。ドクペ。あ、売ってた、売ってた。エトナのシシリーライムジュース 100% 600ml。これ安いですよ。600ml が839円で、250ml が380円で売ってるね。これ 100% のライムジュースってなかなかないです。なかなかっていうか、俺が知ってる限りこれしかない。このエトナのシリーズしかない。ので、ジントニックとか作るときに、ライムのいちいち買い置きしなくても、これ持ってれば、100% ライムジュースなんで。うん。これはいいですよ。250ml とかの微妙なサイズも売ってる。ちっちゃめのサイズも売ってるんでね。これはいい。これはいいですね。まあまあまあ。そんなこんなで。これ微妙だな、これな。これは微妙です。4月の4日。コクなし。ない。甘み。は、控えめ。香りもなし。おすすめはしません。美味しくない。1322です。ご視聴ありがとうございました。